薬を出されていますが、薬を飲む気力もなく飲めない日が続いています。もう詰んでいる感じがして苦しくてしょうがありません。自分自身に対して好きな人だったらかけてあげる言葉をかけてあげてほしいんです。好きな人だったらしてほしいなって思うことをぜひ自分自身でもやってくださるといいかなっていうふうに思います。社交不安症がある中、なぜかスタイフを始めました。スタイフのコラボをたまにさせていただき、コミュニケーションの練習を行っています。私は電話が苦手なのですが、電話の練習として適切でしょうか？もちろんです。冷や汗の量は少しマシになってきましたが、まだまだ緊張します。いや、素晴らしい練習になってると思いますよ。かかってきた電話っていうのはね、やっぱりその何を喋られるのかわからないっていうところもあるので、スタイフとかでコラボをしてて、まあ、大体喋る内容が決まってますよっていうのに比べると、まあ、よりちょっとこう突発的な部分があるとは思うんですけど、人と喋るのが苦手とか緊張されるっていう風な方、まあ、僕も含めてなんですけど、そういう方って人と向かい合った時にこう声をちゃんと出せるっていうこと自体が非常に大きな練習になっていったりとか、それだけでもこう技術的なトレーニングになってたりとかするっていうことがあるので、電話とかの会話と若干違う部分はもちろんあるけれども、人と喋ってコミュニケーションを取っているっていうこと自体で言うとですね、非常に有力なトレーニングになると思うので、ぜひ続けてください。認知行動療法を地道に続けると効果ありますか？ありますよ。本当にありますよ。認知行動療法というのを特別なものと捉えないようにしましょう。例えば皆さんが見ているこのライブも認知行動療法の一種かもしれません。一種かもしれませんと僕今言いました。実はこれが認知行動療法だかもしれませんよ。つまりライブは認知行動療法なんかじゃないと、もし皆さんが思ってたとしたら、ライブでなんか厚みとか周りの人からこんな風な言葉かけをしてもらって、あら、ちょっと考え方とか行動変わったかもって思ったら、それは実は認知行動療法なんですよね。特別なことを認知行動療法だという風にお考えかもしれません。もちろんきちんとしたフレームに当てはめて時間をきちんととって行う認知行動療法はすごくパワフルなんですけど、プチ認知行動療法っていうのはこういうライブとかね、皆さんがかかってらっしゃる先生とかの一言とか、支援者から受けた一言とかっていう風なものが皆さんの行動とか考え方に良い意味での影響を与えてくれたのであれば、それは認知行動療法なんですよ。生活の中でこれ認知行動療法的に捉えるとしたらどうなるんだろうっていうふうに、いろんな人の言葉とか行動とかをそういう眼鏡でものを見てみるとね、いろんなものが認知行動療法的に役立つ可能性がありますよ。渥美雅彦の動画。最近 ASD 自閉スペクトラムですねが、怒りに身を任せた結果統合失調症になるって話を聞きました。夫がまさに今なろうとしています。このまま怒り続けたらもうまっしぐらなのでしょうか？家族にできることはもうないのでしょうか？私がいろいろ勉強して学んだことを伝えても聞く耳を持たずです。まず自閉スペクトラム症が怒りに身を任せたら統合失調症になるかどうかなんですけど、自閉スペクトラム ASD が統合失調症になるっていうのは、自閉スペクトラムだからなるっていうふうにまあ考えなくても良いと思いますよ。どなたにでもある程度統合失調症を発症するリスクというのはあるわけですけれども、大きなお子さんがいらっしゃったと思うので、それなりの年齢の方だと思うんですが、40歳50歳を超えてすでに何らかの形で発達障害なんかの診断を受けていて、それ以前に統合失調症らしい症状が全くなかった方がいきなり統合失調症に移行するということは、まああまりというかほとんどないと考えていただいていいと思います。ただどちらかというと自閉スペクトラムの方というのはグレーな判断が苦手だったりとか、感覚の過敏さがあったりとか、極端な解釈になりがちになって物事を被害的に捉えがになったりすることとか、その方によっては感情のコントロールというのが難しくなるような場面というのもまああるかもしれませんよね。そういったものがいわゆるその統合失調症的な症状を起こしているように見えることというのはあるかもしれません。ただそれは一般的には慢性的に持続するような再発と寛解を繰り返すような統合失調症に移行するとか発症するということとはちょっと分けて考える必要があるので、基本的に自閉スペクトラムの方がそれなりのご高齢になって40歳50歳になって統合失調症に変わるということはまああまりないのではないかなというふうに、まずはご安心されて良いかなという気がします。おそらく今いろいろあってこういっぱいいっぱいの状態でストレス反応として統合失調症みたいなですね状態になってる可能性も高いかなという気がするんですよね。ご主人ですね、可能なのであればなるべく抱えているものとかストレス反応を起こしそうなことというのが
減らしてあげることができれば、まあ、それはそれに越したことはないのではないかなという気はしますけどね。一番望ましいのは、ご主人ご自身がね、きちんと精神科的な診療を受けるということを検討されるということではないかなという気はしますけれどもね。あと家族にできることで言えば、知識を家族から求めてらっしゃる場合には別ですよ。ご本人が求めてらっしゃる場合には別ですけど、求めたれてもいないのに知識を家族に対して提供するということは、多くの場合むしろストレス源になっちゃうことが多いんですよね。あなたの状態ってこれ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 こうだから、こうしないといけないわよとかね、こうした方がいいんじゃないのっていう、まあアドバイスめいたことというのは、こう割とですね、求められてもいないのに言われるとかえって怒りっぽくなったりすることっていうのがよくあったりするので、まあどちらかというと、しんどいねとかですね、なんか混乱しちゃったりすることあるのねとかっていう風な、ご主人が感じてることというのをそのまま言葉にしてフィードバックしてあげたりとかね、そういう風なお手伝いをしてあげるということの方が、どちらかといえば有益な場合が多いのではないかなという気がしますけどね。今の仕事を始めて2年、以前の職場からの店舗移動、パートナーにありえない話ってことですね。勤務時間が伸びて胃痛や背中の激痛ストレスで日々きついです。辞められない人数どうしたらいいでしょうか。パートというのが、もしいわゆるその常勤の方に比べてプラスなところがあるとしたら、働き方に対して職場と相談する余地が常勤の方に比べると大きい。パートというのはフルタイムで働くことが難しいからパートなので、自分に起きている状態をきちんと伝えて、まあ、できることであれば、やはりもう少し短時間勤務だったり、私にとって通いやすいような店舗での勤務っていうのを希望したいんですけれども、そういうことって可能でしょうかっていうふうに、まあ、お願いモードで一度伝えてみられるっていうことをしてみられても良いかなっていう気がしますね。初見雅彦の動画。統合失調症です。15年続いた起死燃料が3ヶ月前にエクスポージャー療法で治りました。この3ヶ月間サボっていて、今日は自己嫌悪になりました。やる気出るまでサボっていていいでしょうか。本当にいいかどうかは主治医の先生に聞いてみた方がいいんじゃないですか。エクスポージャー療法で良くなったんだけどサボってるんですよね。なぜサボりたくなってんのかっていうことは、自分自身に問いかけてみる方が良いかという気がしますよね。エクスポージャー療法が辛かったのか、エクスポージャー療法をしなくてもいいぐらいに良くなったと感じているのか、それ以外の理由か、エクスポージャー療法を休んでいる理由があると思うので、どういう理由で今休みたくなっているのかっていうことは、ちょっと考えてみられても良いかなという気がします。もしカウンセラーさんがエクスポージャー療法以外のこともやってくださるのであれば、エクスポージャー療法を休みがちになってたことというのをですね、カウンセラーさんとのカウンセリングのテーマにしてみられても良いと思います。あるいはこのことを主治医の先生にお話をしてみられて、何が起こってるんでしょうかねっていうふうに言ってみてもいいと思いますし、サボってても大丈夫なんでしょうかって聞いてみるのもいいかなと思います。複雑性 PTSD の侵入症状で生きる気力がありません。ちょっとでいいから気力を取り戻せないものでしょうか。薬を出されていますが、薬を飲む気力もなく飲めない日が続いています。もう詰んでいる感じがして苦しくてしょうがありません。何かあったんですかね。フラッシュバックが起こったりしちゃったんですよね。フラッシュバックが起きた後ってね、そんな風になる方多いんですけど、ぜひやっぱり聞いておいてくださいね。非常に辛い経験をした親友が目の前でいたんですね。その人はつい最近非常に辛い経験をして、その経験を思い出してね、がっくりなってますね。落ち込んでてのもう何もかも生きてても仕方がないような気がしてますね。そんな人に対してね、僕たちはなんて声をかけるでしょうね。生きていく価値はないし、薬なんか飲んでもしゃあないし、何やっても無駄だぞって言いますかね。言わないでしょう。辛いことがあったらそういう風になるのもまあ無理もないよねって。せっかく薬出してもらってて、薬飲んだらそんな風に見えるのもちょっと良くなるかもしれへんから、薬だけでも飲んどこっか。今は意味がないっていう風に感じるかもしれんけどさ、でも君大事なやつやからもうちょっと一緒にいてほしいねんって言うんじゃないですかね。それ大事な人に言う言葉。メリンゴさんは大事な人になったら多分そんな風に言えるんじゃないかと。一番大事な人って自分自身ですよね。辛いことがあった時に自分には生きる意味がないんじゃないかとか、またこんな風になってるんじゃないか、情けないんじゃないかとか、
思ってしまうことがありません。でそういう時にはぜひ自分自身に対して一番大事な人だったらかけてあげる言葉をかけてあげてほしいんです。一番大事な人だったらしてほしいなって思うことをぜひ自分自身でもやってくださるといいかなっていうふうに思います。まあ、他のことは何もできなくてもいいと思うので、まあ、お薬だけは飲んでくださって、できたらここで弱音を吐いてくれるとありがたいなと思ってたりしますよ。はい、ありがとうございます。